アメリカの半導体大手エヌビディアが次世代 AI チップブラックウェルについて中国向けのモデルを準備しているとロイター通信が22日報じました。来年の4月から6月期に出荷する計画だということです。エヌビディアはこれまでアメリカ政府による先端半導体の対中輸出規制に対応するため中国市場では性能を落とした特別なモデルを販売してきました。